こんばんは。寒い、超寒いね、フラペチーノさん。寒い。超寒いです、本当に。こんばんは。お寒うございます、本当にお寒う。雪降ってるの？じゅう、ありがとう。あ、みやっちありがとう。2回も対戦してくれて。そう、今七並べをしてて、何回か3位と4位になっちゃったけど、大体2位だった。 後ろの子、あ、こんにちは。これはあれです、あれです、浴衣の時の風。それな、とね、今日じゃ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 ーん、ゲットしました。ゲットしちゃったよ。すごい。いっぱい乗っています。とてもなんか瀬戸内のなんかおすすめスポットとかおすすめグルメとかも載ってて、めっちゃおすすめ。みんなグルメとか場所とか STU48 のこととかメンバーの詳しいこととか知りたい方はこちらをぜひ。雑誌になる、え、嬉しい。小学生の頃の夢叶った。 叶いました。ソワカさん、こんばんは。後ろはお話し会来てね。うん、お話し会来てねです。ねえだけカタカナ。読みたくて買った。えー、嬉しい、ありがとう。今日初めて見たんだけど、こんな感じなんだって思った。すごい嬉しい。かわいい、かわいいですね。表も裏もかわいいです。メンバーさん、そう、全員ちゃんと全員載ってます。これは全メンバープロフィールブックもついているので、ここにあるんだけど、だからぜひ買ってみてください。ミッキーってどんな声だっけ？僕、メッキーだよ！はは！ちょっとひどいわ。いや、強かった。最後惜しかったね、ゆういちくん。めっちゃ惜しかった。応援してたよ、お母さんと。頑張れ、頑張れって。今日お出かけしたけど、マーメンちゃんリスペクトでスウェット久しぶりに着たら調子よかった。おお！やっぱさ、冬ってさ、着てるもの重いからさ、スウェットとかだと結構いいよね。私も今日はレッスンだったから中に半袖着てるんだけど、半袖にスウェットを着ております。モバメでショールームすると書いてあったから、えー、嬉しい。のぶひろさん、よかった。モバメでのぶひろさんに言って、買ってよ。ありがとう、そばかさん。いっぱい見てね。いっぱい見てね。七並べ楽しかった、私も。みやっちさん、ありがとう。そう、七並べしてました。結構、もともとは3位とか4位ばっかだったけど、最近は2位ぐらいになれること多くなった。ニット派、ニットの方があったかいしね、いいよね。もう冬ですよ。キルンさん、じゅ、ありがとう。ミルクフェド。七並べ、え、そう、私の七並べ
光景を見てた見てた。ゆういちくんと当たったよっていう話をしてたから、みやっちさんと当たった時もみやっちさんと当たったって話した。雪降った、あ、そうなん。ヨキザリーさん、タケコプターありがとう。キマさんめっちゃ嬉しかった。え、キマさん、え、なんかね、最初の方全然あのみんなと当たんなくて、キマさん、あ、キマさんやって思って、私のカード作ってくれてて嬉しかった。へへへ、嬉しかった。私も夢叶った。ヤッホー、ミルニットセーター神。なんか昨日も言ってた気がする。ワバメ来月から取らないとね。絶対だよ、トクリンさん、取ってください。私とメール作ろう、メール作ろうじゃない、メールしよう。タッキーハートありがとう。ゴキダリさん10ありがとう。黒のフリース、え、フリースあったかいからいいよね。私もなんだっけ、スウェットの中もふもふのなんかフリース素材になってるやつ、上下撮ってます。ゴールデンベッド、うん、撮れました、撮れました、美味しかった。だからそれで10ベッドしてたから20位ぐらい上がったの。へっへっ。熊根パパ可愛い、ありがとう。結婚してありがとう。ママさんにやべえ人認知されてそうで震えてきたの許してくださいの、結婚して。それ、まあ、私のお母さんに言ってんじゃん。私には強制的にのあちゃんを申請、まだそれ何持ってんのか。いつの間にか抜いちゃいました。石くっくんありがとう。フェチャイドルさん、さっきありがとう。バーストしたら叫んでそう、バレた。モバメ返信、そう、ね、2週間に1回届きます。なんで、あの、え、内容は分かるんだけど、あの、誰から、あ、名乗る最後に、なんか、誰々より、みたいなのがあったら、誰から来たっていうのが分かるんだけど、名乗りがないと、名乗りがないと分かんないから、ちょっと、名乗ってくれたら嬉しいです。そう。なんか、意外とね、あのエゴサしてない時はしてないんですよ。なんかもうフリーで期間とかはあんまりしてないから、よかったら最近は返信で送ってくれたら嬉しいです。お、ポシャケですか。最近ポシャケですね。お塩さん、マッチさん10ありがとう。セイガさん、お、セイガさんハートありがとう。アキヤさんハートありがとう。あ、そうだ、そういえばちょっとみんなに見てほしいものがあるの。てってけてーん、てってってってけてーん。あのね、僕の太陽公園のランダムくじのグッズを、これがシーショーだっけのアクキーのミョーンって書いてある、ちょっとだけ僕の太陽って書いてあります。あと、いい賞もステッカーももらっちゃった。で、このイラストがマグカップとかにもついてるので、よかったらぜひ、研究生みんな分があるので、よかったらやってみてね、やってみてね。ということで、そうだ、ショールームにリンクとか貼っとかなきゃいけないんだった。ぜひ、白くて見えないけどお願いします。めっちゃ欲しい、私をゲットしてぜひ。なんかね、これ僕の太陽って言って太陽を周りにいっぱい描いたのね、こうやって。そしたらこれがウイルスみたいになっちゃって、まあ、ナーミョンウイルスっていうことでいっかってなりました。なので、ナーミョンウイルス発生中なので、ぜひ、
ナオミョンウイルスゲットしてね。ゲッチュー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 君だけ。10連やって、えー、マジ D と E、 それは悲しいわ。ちょっと B 賞とかはメッセージある、メッセージ付きサインとかだから、よかったらみんなやってみてね。これを機に研究生みんな好きになってくれたら嬉しいです。そう、ランダム、そうなの。あ、そう、ガチャ。お、サーヤさん、いいなぁ。サーヤンさん、羨ましい。恋のクラウチングスタート。ワクチンありません。なので、かかったら、ちょっとダメなんですけど、もうここに来てる皆さんはかかってます。端末感染してるんで、みんな。どんまーい。どんまーい、おもろ。うなぎ大好き。予防接種できません。今日ね、インフルの予防接種したとこが、もう超痛くて、レッスン。超痛かった。あ、お話し会でゆういちと連番するから。おー、嬉しい、セイガさん。セイガさん、ツイートとかもたまにしてくれるよね。ありがとう。また、お話し会でも、いっぱい話そうねん。ナオミョン型です。ハート型ウイルスに。やりたいな。私も寒いんだよ。リアちゃんにかまってもらえなく、いや違う、今日はかまってもらえなかったんだけど、最初の方ね、最後らへんになんかめっちゃかまっちゃしたら、あのかまってくれました。もう一緒に行こうよってでも最初かまってくれなかった、リアちゃん超貨物してきた。うん、あ、もうだから端末感染してるから無理だよ。もう無理です。どんまいどんまい、ももにゃんどんまいどんまい。え、中学校の頃卓球部の時、どんまいどんまいってめっちゃ言ってたけど、普通にどんまいどんまいって言われるの嫌じゃない？私は嫌だ。え、なんかゲームとかしてて、なんかうわ最悪間違えた、あー負けたってなった時に、ドンマイってやれたら、え、なんか嫌なんだけど、ドンマイってやれんのって思うドンマイって嫌じゃない？ちょっと言ってみた。だから隔離期間、いや無理無理無理、じゃあ私が無理、近づいてくから近づいてくからワンカさん、おやすみ、お疲れ様。そう、自然治療は無理です。そう、私がひょっこりはんしてますね。私まだこの CD さ、なんか開けられなくて、開けてないんだよね。え、開けようかな。卓球部、え、一緒じゃん。え、そうそうそう、カチンってくる、超やだ。卓球で勝負したら、いや待って、本当にあの高校生の時現役卓球部ボコボコにして、あの1位だったので、学年女子で任せて。え、でも男子卓球部と練習試合とかあったんだけど、全然なんか戦い方が違いすぎてね、無理だった。え、ちょっとさ、開けてもいい？これもうちょっと開けちゃったんだけどさ開けてもいいって聞いて、もう開いてる時に聞くタイプなんだよね。開きた。おー、すごい。こういう CD とか全然買ったことなくて、自分だからなんか新鮮だわ。え、すごい、この縦タイプなんや。普通 CD って横じゃないんだ。縦タイプですね。え、すごい。すごいよ、見て、え、すごくない？え、これ中見せちゃダメだよね。
見せちゃった、見せちゃったけどすごいよ、なんかすごいわ、え、すごい、しかも自分たちの曲が歌詞が書いてある、え、すごい、すごいわ、みんなすごいよこれ。あれ待って、折り方わからなくなっちゃった、あ、こうか、こうだ、これどっち向きに入ってたっけ、え、待って、わからんくなった、最悪私ってこういうの出したらいけないタイプだよね、あ、わかったわかった、え、これすごいですね、じゃーん、開けちゃいました、全体スキメを変更する予定で、変更するんですか、でした、置いとこ、これ実はね土日あの間違えてるんだだから隠してあります、これで、ね、置いてあった意図はそういうことですね、よいしょ、今日いっぱいなんか開けちゃった、僕隊のキーホルダーといい、竹かぶた、ありがとう、声がカサカサしてた、いっぱいありすぎて困ってます、確かにマジでいっぱいある、嬉しいことやけどね、モンモンさんを入れるかどうかまだ迷います、入れてくれたら嬉しいです、日土月火水木金、いやそれなやばいよねこれ、ちょっと恥ずかしいから消しとこう、タキコプター、タキコプターです、スケーモンさんバラありがとう、え、すごい、 10のポイントのやつ30位だって、すごくない、 AKB グループの中ですごい、え、嬉しい、ありがとうございます、銃を投げてくださった皆様、スケーモンさんバラありがとう、飛行機、いやもうタキコブターです、え、ヘリコブターでしょこれは、ちょっとチョコレート食べよう、よいしょ、これが太陽は何度、うん、ふんはは、はこれ浴衣の時のやつ漏れました、超高画質だよ立てといた、どこにさ置くか迷っててずっと箱の中にいたから出してみた、顔面漏れるようになるよ、ちなみに私はあんまり写真が得意じゃないので、うーん、漏れた試しはあんまりない、イモンステレビのスリーパー卓球めっちゃ良かった、スリーパー卓球楽しかったよめっちゃ、え、でもさなんか最後のさ人間っていいなみたいな、なんか抜かれてたんだけど、人間っていいなってなんか5回ぐらい言ってて、なんか自分でも面白いと思った、
人間っていいな。熊田パパ、ペリコプターじゃない、ヘリコプター、ありがとう。え、ヘリコプターってヘリコプター？ヘリコプター？え？タケコプター？タケコプター？え、どっちだろう？プとブ。どっちなんだろう？リアルお話会幕張申し込んだよ。ありがとう。3月遠い未来も、ありがとう遠い未来も応募してくださって。くまねパパ、タケコプターありがとう。としさん、ハートありがとう。マシマシでフラッシュされちゃう。嬉しい。僕対カラオケしちゃおうかな。あ、やばい。私の同日間違えたのが公開されちゃう。しないでお願い。12月の僕隊は現場でみょんみょん見たいです。ぜひ12月の僕隊もし出るよって日があったら来てください。ポスターの人かわいいね。え、後ろのポスターの人ここにいるんだけどここにいるんだけど、おう、かわいいですね。やったー、原倉さんありがちょー。ストルンさん、クマさんありがとう。ミシェルボイさん、こんばんぬん。髪伸ばしたいいね。あったかいしね。確かにボブにした時寒かった。ボブっていうかまあ短いけど。プターなんや、プターなんや。ゴンさんハートありがとうございます。ブターではないんだ。そうなんだ。いや、チームスポーツいいよね。なんかいいなって思ったいいなって思いましたね、人間って。頭がこんがらがっちゃう。私と会う時もこんがらがっていいよ。いつか生でノアちゃんのパフォーマンス見たいものだ。ぜひ見に来てください。ももにゃんさん謎の人物なのでね、今も。だってさ、もうももにゃんがショールーム来てくれるようになって1年半、そのた、え、でもそんぐらいじゃない？長いよね、結構。早く来てほしい。なんで聞いてほしい？これなんとなくですか、原からさ。クリスマス以外、お、クリコンは来てくれますか。クリコンは、福岡の帰りに、あ、なんか願ってくれてたよね豚呼びました。いや、違います、違います。みょんみょんのうちわ作って、嬉しい。うちわ作ってくれるのめっちゃ嬉しい。なんかね、写真の時にタオルとかうちわとか掲げてくれるのがすごい嬉しい。とっても嬉しいですね。なんか思ったんだけどさ、ペンライトの色意外と似ててさ、分かりづらいから、うちわとかあるとめっちゃ分かりやすい。俺決めました、年明けの変更じゃあなたを追加します。やったー、ありがとう原からさん。何が決めてやったん何が決めてやったん。ゴキザリーさん、タケコブタありがとう。どんどん寒くなるから甘い香水使えるようになるけど、チョコの香りのお気、チョコの香り、全然チョコの香りとか聞いたことないけど、自分は
金木犀系を使ってたんだけど、いちごいちごなんかいちごっぽい甘い感じのにします。え、フルマラソンすごっ。なんか持久走大嫌いだったんだけど、冬にね、マジで冬はもう本当にね外出ないです。私なんかイルミネーションとか高校生の頃も誘われたんだけど、もう超寒すぎて、いや絶対私はいかんって言って、後からみんなの写真見たら超短いスカートでみんながイエーイってなばな里で撮ってて、うわ行かんくてよかったと思って、超寒そうだった。見てるだけで寒そうでした。ててえ、でもね全然普通に行ったことあったわ、自転車で近所のイルミネーションに全然行ったことあった、自転車で寒かったわ。1月14日のオンラインもえぜひ来てください。そう、今ねオンラインお話し会の完売を目標に頑張ってるので、サトルンさんもぜひ来てくれたら嬉しいです。サトルンさんとは最初話した時にサーヤンさんとか覚えてるか分かんないけどとか、まあいろんな話したけど結構印象に残ってるかな。なんか喋りやすかった、めっちゃ。なんかみんな喋りやすいんだけど、結構話とか振ってくれたからすごい喋りやすかったし楽しかった。あれはいつ頃から見に始めてのこだった、それな。私もクリコン行きたい。え、クリコン来て、クリスマスを過ごしましょう一緒に。あ、そうなんだ。もうなんか結構だいぶ前な感じしてる。僕体で思ったんだけど、なんか可愛くなった。え、やったやったね。寒い季節でもノアちゃんの明るさには勝てません。ノアラク、ノアラク嬉しいわ。そんな嬉しいこと言ってくれるなんて。プチトマトかけな、いや、まあ嬉しいけど、嬉しいけどなんか複雑な気持ちだった。嬉しいけど複雑。おみくりでジャージャー言われてジャージャー言われ、え、なんかさ、最初のさ48ずちゃずちゃじゃん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 、なんかサイバータイガーワイパーみたいなの言ってるじゃん。え、何言ってんの。タイガーサイバーファイバーワイパーハイパーシャイパージャージャー、何言ってんのあれ。気になるんだけど、やってみた。私もうちわってずっと出してた方がいい。え、もうね、最初に見つけたらもう分かります、私はどこにいるか。見つけたら分かるから大丈夫。スタレンさん、白熊ありがとう。また認知もらいに行きます。もう認知してるけど来てくれる。それで来てくれないって言ったらもう、えんえん。え、そうそうそう、しかもリチャが紫と赤のね、私が紫とライトピンクだから意外と分かりづらいかも。え、そう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 、オーパラディ多分それ。あ、そうフレーズだ、そうそう、そっちだ。そう、ナバナの里のイルミネーション、なんかね、え、寒いから基本的に寒い時は家族としか外出しなかった。なぜならば車で行けるからですね。え、本当に免許取りたい。東海リアメンバーは多分好きなメンバーになりました。多分か。じゃあちゃんとガチ好きになってもらうね。
持久走は嫌いでも僕のことは嫌いになっちゃわないよーんなりません。持久走は嫌いでもひろのりさんは好きです。なんか恥ずかしくなったからちょっと一回退出。ただいま車出すから車の中からイルミネーション見ようや。え、確かにそれが一番いいかも。ちょっと本当にガチで免許取りたい。初めて会ってから1年半過ぎたよ。え、もっと経ってるよもっと経ってるよ。2年半とかじゃない？え、それ、え、でも2年ぐらいじゃない？結構イルミネーション広島市内で。え、そうなん？どこでやってるん？名古屋のイルミネーションで綺麗なところは、え、名古屋ってイルミネーションやってるんですか？でもどうだろう、あの久屋大通りのテレビ塔の色がなんか一時期ね、青の洞窟とコラボしてる期間があって、それが綺麗だったかな。ミョンミョングッズがあれば買いますけど、あれあれ、どういうこと？買ってください。 I need go see ナーミョン in Japan。 来てください。僕対ナーミョン MVP。 え、マジで嬉しい。でも僕対の初日は、まあ、悔しい部分が結構あって、でなんかダンスの先生ともピンピンしてたので、ちょっと次の僕隊はもっと MVP になれます。ワイパーはない、ワイパーはないんだ。アンニョンさんのあのありがとう。東京で僕隊公演やってくれないかな。東京か、広島が多そうだけど、でもできたらいいよね。世界一の僕の太陽公演になったらできるかも。でも私は世界一の僕の太陽公演をしたいと思ってるので頑張ります。タイガー、ファイヤー、サイバー、ファイバー、ダイバー、バイバー。バイバーって何？バイバー、イン踏んでないトラ、ヒー、ジンニー、繊維、海上、振動、河川、火、除去。え、待って待って、呪文じゃんこれ。え、あのその言ってる後のやつでしょ。じゃあトラ、火、え、これ腎臓。え、待って、もうむずいわ。無理、むずいわ。リリーミックスも、いやあれ、じゃあカミーナさんの見て無理だって思った。トラ、ヒー、腎臓、繊維、海女、振動、河川、飛び、除去。ちょっとむずいわ。アロマとしても、え、そうなんだ。ヨーユーユーさん、ジュー、ありがとうございます。車の運転のコツ、え、教えてくれんの？じゃあちょっと試験官になってください。ストレンさんがすごい音がしてる。ハラカラさん、また来てねん、ありがとう。免許2回、お、すごい。レイチとは同ポジやけど、なんか話する。うん、今日も一緒にご飯食べに行ったよ。結構リエチと話してるかも。リエチとはなんか振りの確認とかレッスン中はだし、結構一緒にいること多いよ。です、リエチ。免疫、あ、そうね、免疫のクリスマスツリーとか。
平和大通りってどこだ。平和大通り、え、名古屋だっけ平和大通り。広島だよね、平和記念公園みたいな。確か確か、テレビ塔のあたり。え、テレビ塔行くならドゥエイタリアンっていうラーメン食べて。離島の木の江温泉さん、ハートありがとう。恵比寿港祭り、どこそこ。でも祭りしてるのはね、知ってる、聞いた。広島市内のイルミネーション、リア中とか場所詳しく知ってる。確かにリア中が一番知ってそう。なんかね、リア中とお好み焼き行こうって話してて、なんかいいとこ知ってんだよってめっちゃ言ってたけど、なんか遠いって言ってたからね。でもリア中めっちゃ知ってそう。AKB さんと、そうね、甘か、安田さんがひらがなで書いてくれる。ミックス覚えてる。そうだよ、チャッペアペカラキナララトゥースケミョホントゥースキ。何言ってんねんタイガーファイヤーサイバーファイバーダイバーバイバージャージャー。え、ちょっと待って、カタカナのやつ、カタカナのやつ、あれカタカナのやつどっか行っちゃった。トーラ腎臓待ってちょっと待って、無理だわ本当に。ちょっと むずいむずい。プロドライバー、いやさすが。そう、今日はリエチミョンミョンヒイチゴリチョコユーナン、はい、行きました。そう、一人で叫んでたの、すごっ。安田さんなら届きそう。え、マジで美味しい。本当に今あれが食べたい。あと俺のラーメンっていうやつも食べたくて、俺のラーメンとデュエイタリアのラーメンが食べたすぎて食べたすぎて食べたすぎて食べたいってずっと、もう1ヶ月ぐらいずっと言ってる。ちょっと本当に食べたい。ダイソー、ダイソーが分かんない。曲ごときに叫んだそうだよね何喋ってんねんってなるよね。お好み焼きは広島と大阪どっちが好き。どっちも好きですね。どっちも好き。今日はお好み焼きがすっごい食べたかったの。でも今日はあれ、混ぜ麺を食べた。お好み焼き屋さんが6人も入られんって感じだったから。そうなの。ひーちゃん恵比寿港行く。あ、そうなん。でもなんか明日、明日じゃないや、今日なんか行こうみたいな話してて、恵比寿港なのか分かんないけど、今日祭りやってるみたいな、行こうみたいな話してたけど行かなかった。結局なんかご飯食べに行こうってなって。そうなんですよ。あと今日は全然あったかい格好してなかったから、ちょっと遠くまで行けるほどの格好じゃなかった。恵比寿港ってどこなんだろう。ゆうなさん、タコありがとう。英語、日本語、アイヌ語です。え、そうなん。何がね、本当にすごい音してんだけど大丈夫かな。コールって難しいね。5歳児でもミックス、やばい、多分やばいじゃない、やばいよ、私覚えられないもん。愛知もそうね、多いわ。
私めっちゃ行きつけのお好み焼き屋さんがあって、昔ね、そう行ってました。そこでなんかスズムシもらって育ててた。スズムシをもらって普通に、今だったら絶対無理。ちっちゃい頃はもうクモでもカマキリでもトカゲの尻尾持って帰ってきてたからね、小学生の時。気持ち悪いってなる今は。ですね。今月はリエチ、そうだよね、リエチもしてるもんね。パルコから歩いても、待って、もう全然わかんないわ、土地勘が。お塩のみ焼きといや本当にわけがわからんって。そう、混ぜ麺を食べたの。混ぜ麺美味しかったよ。混ぜ麺ってやつを初めて食べた。僕じりの感想で、ああよっしゃ行くぞ言ってしまった。嬉しい。小さくて受けた。いやめっちゃ聞こえてた。いや僕じり本当に楽しい。愛おしすぎて、前髪がかかる眼差しはまるで、胸に刺さってる天使のそのや抜いてくれ、いくつ夜越えれば痛いで広島で一番美味しいお好み焼き屋さんは8、そんなとこがあるんや。チーズのお好み焼きが大好きなのでチーズを食べたいです。三越、あ、昨日からだったんだ。そうなんだ。君って最高かよ。え、待って、サトルンさんから嫌な情報を聞いちゃった。うわ、すごい、もうなんか胃が荒れてきた。虫の話してたら。きしめん小僧改めわんぱく小僧、え、そうだから、あの小学校の時は、え、もう本当になんか通学団があったんですけど、私ともう一人の年下の四つ下の子以外は男の子だったから、なんかね、本当にトカゲとかクモとか持ってて、で私が一番仲いい女の子もなんかそう、虫好きだ、動物好きだったんだけど、私もう今無理、本当に無理です。もうやだ、怖いですね。はい、人間よりはちっちゃいけど。なんかさ、飴にさ噛まれた、飴じゃない、アリに噛まれたら痛くない？めっちゃ地味に痛い。クリコン当たったらうちは、嬉しい。クリコンでみんな、じゃあフリフリしてください。みょうみょう可愛すぎて寒いのなくなりました。うわ、うまいな、キャロットさんは。キャロットさんうまいな、本当に。足のステップが癖になる。いや、そうなんよ。僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて、肌を求め合い重ねて、儚い夢を見た。運命に振り回されるように全て終わる。君は悪くない、泣かなくていいよ。そう、君と会えて楽しかった、ジュリエ。
タラララララチャ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 ン。はい。一緒にお祭りデートして帰りに耳元でボソッと結婚して私のこと一番じゃないからやだ。浴衣の女の子歩いてなかった。浴衣の女の子歩いてない。その辺全然通らないから。そう、ここにはいるよ。ここにはいるよ。大阪に靴買いに行ったんや。え、でも私も最近靴買った。ベージュの買いました。そう、通学のなんか、そう、行き帰りが結構遠かったので1時間ぐらい片道かかってたので、近所の子と集まって一緒に小学校に行ってました。中学校は一人で、もう時間に追われて自転車こぎこぎしてました。そうなの、子供の時は。そうなんよ、マジで。やすちゃんさん、あと、ありがとう。レネさん、え？虫？食べてたの？やだー。ちょっと、本当に絶対に、マジで食べれない。本当に食べれない。食べれないじゃない。もう見ることもできない。触ることもできない。そうそう、スーパーで買い物しながらしてたの、ステップを、それ。それをね。本当に。ナーミョンは好き麺の一番、やったー、好き麺入り、イエイイエイ、嬉しいわ。でもショールームに来てくれるだけで私は嬉しいわ。みんながココアさんにそんなことやったら好きになっちゃう。投稿班、え、すご、ヘルメットかぶってない、黄色い帽子。え、そう、中学校はかぶってたけど、よくヘルメット忘れて、おばあちゃんに鉄カブト忘れてるよって言われた。分断？何分断って。分断？でもなんかね、高校の子には中学校自転車で通ってたって言うと、え、田舎やんって言われる。めっちゃ言われてた。もうピンピンピュンピュン。いちごの、いちごの佃煮って何？いちごの佃煮とは。ナーメンがタイプなので結婚して、でもな、まさかずさんはくるくるさんもタイプじゃないか。たちこ、おきさんがアンスアンピーさんに、嫌です、絶対に。関わるまで元気でおしゃべりのイメージしかなかったから勝手にギャップ感じちゃった。どういうこと？僕ジュリでってこと？確かにこの喋ってる感じとは違うよね。塩らしいってどういう意味なの？昆虫食べる勇気も、勇気ありません。でもタイではあげた。へえ、やだかも、ちょっと食べられない。田舎のハードル低すぎる。いや、いや、そうなんよ、そうなんよ、本当に。え、でもまあマジで都会の人間たちがいたので、高校には、高校も1時間ちょっとかけて通ってたんだけど、そうだからね、田舎呼ばわりされてましたね、本当に。先生にもいじられてた。田舎いじるされてた。まあ自転車登校だからな、長谷川は。って言われてた。先生に。ヘルメット。え、今日ね、中学生時代の写真が出てきて、ヒエーってなった。ヒエーってなりました。七並べのデート。え、そんなことある？かわいそう。え、それは泣けるね。大丈夫？か、悲しすぎる。え、なんかそれさ、問い合わせとかしたら、戻ってこないの？
しおらしいイコール可愛らしい、おとなしい。しおらしい、おとなしくて従順で可愛らしい、いじらしい。ありがとう。なんて言われたっけ。しおらしくて、しおらしいこと言ってくれじゃないか。あ、そういうことね。いいわよ。ふふ、して。もしかして周りの風景は田んぼとかあった。あったあった。家の前田んぼだった。家の前が田んぼでしたね。でもね、昔はね、全体的に田んぼだったんだけど、最近はもうお家になって自分家の前だけしか田んぼなくなって。でもね、田んぼあるとちょうど日光が当たるので、田んぼなくさないでくださいって思っていました。そう、でも本当に結構なんか、でもいい位置ではあるよね。いい位置ではある。ちょっと行ったら都会だからね。サンキューワーだもんな。全然いいんだけど、全然いいんだけど。ケントクさん、フォローありがとうございます。スイカのヘルメットはやばい。スイカのヘルメット、あれじゃん、ある番組やん。ナーミョンの握手は塩らしい。いいこと言ってくれるじゃないですか、キッチンさん。皆さん、塩らしい握手。ちょっとごめん、使い方あんま分かんない。幽体離脱と金縛りめっちゃいい曲。いや、本当にいい曲。なんかセリフ始まりってのが好きやわ。中学生のもんも思うね。中学生は本当に自撮りとかもしてなかったので、本当にたどりの集合写真とかしかないんだけど、それでもいいなら。あ、でもなんかあるわ、友達と撮った写真とかなる。でもね、自徳さんは見たことあると思う。見たことあると思う。牛ガエル、泣いてる泣いてる。実家田んぼあって、竹に稲荷をかけて干してて、一瞬だけ田舎に見える場所をエモ田舎感をたまにエモ田舎感をたまに出してくるが一番おもろいわ。いや、でもエモい、エモいのいいわ。大阪のリアルお話し会でおしましするかも。ぜひイーさん来てね、待ってます。今私はお話し会完売を目指して頑張っているので、ぜひイーさん来てね。待ってます。モモンの握手塩対応なの。よー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 。じゃあ逆にどうなんですか、塩対応されたいんですか。私は塩対応ではありません、断じて。でも塩らしい握手をしたい。わからんわ、使い方。ちょっと無理無理、むずいわ、むずすぎる。安尾さんハートありがとう。お、ST ワーカー、ありがとう。私もさっき見まちた見まちた見まちたちた見まちた半島、見まちた半島だ。ギャグミョン時代。ちょっとね、ギャグは苦手なのでね、なんかね、みんながなんかギャグとか言ってても全然気づけないタイプなの、私。だから本当に気づけないタイプで、答えが分かるまでニコニコと聞いていたいタイプですね、ギャグ分からないので。5月28日、すごっ、覚えてんのちゃんと、ありがとう。ツインテール配信、ナーミョンが手厳しい、任せなさい。メス。全然いいんですけどね。全然いいよ。でも結婚は、一途な人としかしません。みょんみょんは釣り師じゃないですね。釣りできません。まだ足りないって言われたからたくさん来ます。
来てね、ゆういちくん。いっぱい仲良くなろう。久しぶりに話すしね。お見送りもさ、全然バイバーイって感じだもんね。パセリさんにちょろちょろ DD 復活してるし気をつけてって言われてしまって、福岡の県の配分を日々考えてます。安尾さん、安尾さん、でも私は完売を目指しているんです。そう、まだ完売したことがないので、ぜひ完売目標にしてるので、よかったら来てね、安尾さん。っていう圧。でも本当に、しかも3対賞だよ、3対賞。12月10日来てくださった方には、まあ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 、いつもしないことをしちゃおうかな。え、でも自分からはしない、恥ずかしいから。さっきひーちゃんも STU だから、そう、一緒にね、持って帰ってきました。やすちゃんさん、カプセルありがとう。研究生のコーナー、そうね、嬉しいわ、見てくれて。トゥトゥトゥーン、いや、問い合わせしよう、みやっちさん。つまり結婚相手に立候補は、あ、ちょっと絶対に立候補、え、もう書類審査落ちですよ、それは。ちょっとメイルくん、今長谷川のようにしてくれてるけども、バレてるので書類審査落ちですね。再び日本に行けるようになるまで数ヶ月、これらの本はおそらく在庫切れです。そうよね、そうね。でもまた出るわ、また出るよ、また出ます。私も嬉しいよ、宮内さん。話題ありすぎて初お話し会したら確定で、あ、少なかったな、なっちゃうじゃん。そうだよ、だからもっといっぱい話して、え、安尾さん、なんかずっと話しててくれそう。私はめっちゃうんうんって話聞いてるの大好きだから、歓迎です。日暮らしが頭から離れない。ふん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 、うん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 、ドゥドゥドゥ、寝落ちしてたの考えさせられてる。え、今？お土産の一瞬で自己紹介して終わったのが逆にちょうどよかったのではみたいにじわってる。よ、推しは、じゃ、本当にってなって悔しかったけど、もうその頃には安田さんの姿はなかった。めっちゃなんか映画みたいに言っちゃった。一途なら、そうだよ、一途なら、一途なら、え、もうずっとね、ずっと一途ならいいよ。え、でも別にじゃ、応援してくれる人がみんな一途じゃないとダメとかじゃないけど、結婚はちょっと一途の人にしかいいよって言いません、私は。同じコメントを他の足面にしたので被らないようにコメントしてます。なかなか難しい。同じコメントを他の足面にしたので、どういうこと？さん付きやめて、お互いの距離が、いや、私はちょっとさん付きは抜けません。1年半の知り合いですらさんついてるから。姿はなかった、さすがに面白すぎ。いや、だって姿なかったんだもん。もうちょっとさ、ゆっくりさ、こう、なんかゆっくり歩いてくれたらよかったのにさ、なんか、ほう、ちょっと通り過ぎにさ、なんか名乗って帰ってったからさ、はぁと思って、わしが喋る隙を与えてくれなかったんだよ。もう、本当に。本当に困った、困った。
私もさ、初めましてだからさ、私もしたかったのに、名乗って、まさかの姿はなかったんだよ。悲しすぎるじゃん。ちょっと、本当に。書類と一緒に愛を綴ったメッセージ、原稿用紙100枚。言ったね、原稿用紙100枚だからね。ちょっと、いつか送ってね、本当に。まだ甘いですかね。ゆいちくんは、ちょっとゆいかちゃんに揺らいでるので、甘いです。甘いです。はい。でも伝わってます。とても。結婚できるなら楽しみになります。ちょっと、それはちょっと考えますね。それはちょっと考えますね。結婚できるなら楽しみになるけど、結婚できないなら楽しみにならないと。ちょっとしようかな。ちょっとしようかなって。名札つけて参加します。お、待ってまーす。待ってます。メイルくんさん。メイルくんさん、ありがとう。メイルくんはなんかメイルくんやん。あやかたさん、こんばんは。にゃんにゃん配信に考えてコメントしてます。お、ありがとう、キャロットさん。めっちゃ早かったよ。みんなさ、本当になんかさ、空港のさ、こういう流れてるほらやつ乗ってんのかと思うぐらいみんな早かったもん。超早かった。なんか、そうそう、剥がしの方に今日長めでみたいな言われてたのね。みんな秒でもう勝てた。そう、みんな秒だったから。そうなんですよ。リアルで気になってる人いるから、結婚してギフトがねとなって、いや、マジ偉い。それは偉いわ。ちゃんとマフラー渡してあげてください。3期生であーちゃんくらいよ。大ちゃん呼びしてくれないの。じゃあ逆にいいじゃん。私だけ最初の数人のあたりでゆっくりいけないかなこれって思っちゃって。確かに。確かにね、ゆっくりいけない雰囲気があったよね。わかる、めっちゃわかる。みんな誰しも思ってた、絶対に。ゆっくりいけない雰囲気がありましたね。あったあった。確かにね、確かに剥がしが気になる。わかる、めっちゃわかる。結婚してゲストはみょんみょんかあずみんさんかひーちゃんしか脱ぎません。超超小声。3人やないかい。なんで知ってるんですか。知ってるに決まってるじゃん、ゆういちくんのことは。知ってるに決まってるじゃないか。じゃあみんなが思ってる以上に私はみんなのこと知ってると思う。単語知ってワード久しぶりに聞きました。ちょ、 DD ってワードは。DD ってワードはよく聞くよね。ちなみに自分もよく言われます。あ、ベールさんだ、覚えてますよ。ベールさん、ヤッホー。剥がしのプロがいるからね。初日、枠帯の日終電ギリギリだったっけ、許してくれ。いや、そうだよね。普通に超急いで帰ってた人とかいっぱいいたもん。そんな中、皆さん来てくれて本当にありがとうございます。のあちゃんのとこはゆっくりで、あとは加速します。それでいい、それでいい。私んとこめっちゃ、もう、足が動かないんですって言って、ゆっくり通過してって、サトルンさん。その間に私がいっぱい話すよ、サトルンさん。ねえねえ、サトルンさん、サトルンさん。剥がしに対抗するためだけに肉体強化するまである。ない。ちょっとおもろいかも。ちょっと一回さ、ムキムキってどうしても、剥がされた時にムキムキいいのかいいのかいいのかって言ってほしい。ちょっとおもろいわ。ゆいちゃんには一回も推しメンの話したことない。お、これはこれはどうなんだ、ゆいちくん。どうなんですかね、どうなんですかね。
まあゆいちゃんのリツイートとかねいっぱいしてるしね、ツーショットとかしてたしね、してたしね、まあいいんだけど、いいんだけど、まあ、いいんですけどね、いいんですけどね。ということでそろそろ終わりたいと思うのでランキング読みます。13位ユナイテッドさん、12位ゴキザリーさん、11位ユーヌさん、10位ヤスちゃんさん、9位ヒガシさん、8位キルンさん、7位ユイチくん、6位ザッキー、5位サトルノさん、4位クマネバーパー、3位ヨシコウコくん、2位ディトクさん、そして1位はマッツさん、ありがとうございます。今日もみんなありがとう、ありがとう、みんなおやすみなさい。久々にスクスタイム、あ、いいよ、私の大事な CD 置いとこ。じゃあ最後にスクスタイムします。4枚いきます。気まずいんだけど、いきます。はい、チーズ。ミョンミョンポーズを、いや、ミョンポーズって何ですか。はい、チーズ。はい、チーズ。オンラインお話し会、指差ししとこ。はい、チーズ。じゃんじゃん。はい、チーズ。名前ちょっと忘れちゃった。ありがとう。いや、それの曜日が、てへてへ、え、ミャンミャンポーズ、え、忘れちゃったんだけど、やばい、自分のポーズを忘れちゃったわ。ということで終わりたいと思います。おやすみなさい、みんな。ありがとう、今日も配信来てくれて楽しかったよ、ありがとう。おやすみ、バイバイ、バイバイ、おやすみなさい。